エイドリアン・アーランドソンは、スウェーデン・マルメ出身のミュージシャン、ドラマー。アット・ザ・ゲイツや、クレードル・オブ・フィルス等での活動で有名。現在まで、様々なバンドに参加している。アーチ・エネミーや、カーカスで活動するドラマー、ダニエル・アーランドソンは実定。スウェーデン・スコーネ県マルメで生まれ育つ。11歳の時、初めて、ドラムセットを購入し、ドラムの演奏を始め、 友人とロックのコピーバンドを結成したり、学校の先生と演奏したりもしていた。その後、オリジナル楽曲の制作をはじめ、スラッシュメタルバンドを結成する。結局、このバンドは、デモを残すことなく、数曲のリハーサルトラックのみを残し、解散している。ヨーテボリ大学在学中の1990年に、デスメタルバンド、アットザ・ゲイツに参加。アットザ、 ゲイツのドラマーとして4枚のフルアルバムに参加し、1996年の解散までドラマーを務めた。この活動においてドラムの名手として名を挙げた。アットザ・ゲイツは1996年に解散した後の2期間、ライブ活動限定で再結成し、ライブアルバム、ライブ DVD をリリースしている。また、 1994年には、アットザ・ゲイツで共に活動するアンダース・ビオーラー、ヨナス・ビオーラー、アットザ・ゲイツとリハーサルルームをシェアしていた、ディセクションのジョン・ノトベイトと共に、テラーというデスメタル、グラインドコアバンドを結成するが、結局デモを作成したのみに終わる。アットザ・ゲイツが解散した1996年に、アンダース・ビオーラー、ヨナス・ビオーラーと同時シーン。 サタニックスローターのパトリック・ヤンセンと共にザ・ホーオンテッドを結成する。ザ・ホーオンテッドではファーストアルバムザ・ホーオンテッドに参加するがその後1999年に脱退している。また、アット・ザ・ゲイツのトーマス・リンドバーグと共に1994年にクラストコアバンドのスキットシステムを結成。1995年にアット・ザ・ゲイツがホースアルバム スローター・オブ・ザ・ソウルのレコーディング中に同機材を使用してフレドリック・ノルドストローム、アンダース・ビオーラーのエンジニアリングのもと EP のレコーディングを行ったりもした。その後何枚かの EP をリリースしたが1997年クレニ・ザ・ホーンテッドの活動が忙しくなりだったい。またデスメタルバンドデカメロンにも参加し1996年リリースのアルバム マイシャドウに参加している。ザ・ホーンテッド脱退後は、イギリスのエクストリームメタルバンド、クレードル・オブ・フィルスに加入。当初は、レコーディングセッション1回のみの予定であったが、正式に加入し4枚のフルアルバムに参加している。2005年には、グルーブメタルバンド12トンメソッドのシングル、リストに参加。2006年に、メインバンドであった、クレードル・オブ・フィルスを脱退。同年には、 妻であるアンバー・アーランドソンと共にロックバンド、ネイワンを結成している。また、メキシコのデスメタル、グラインドコアバンドブルヘリアに加入し活動している。当初は、スペインでのライブセッションの予定であったが、その後正式加入している。また、イギリスのデスメタルバンド、ニーダレイにアルバムセッションとして参加したが、結局、このアルバムは、リリースされず、ニーダレイは解散している。 さらに、サムゼストラウムのアルバム、ハイリッチ・ソ・ヘルツ・ダズ・シュベアート・ダイ・ナゾンネに参加。その後、いくつかのライブに参加した。また、同年には、スウェーデンのシンフォニック・ブラックメタル・バンド、ネザーバードに加入。2010年まで、活動、2枚のアルバムに参加している。また、イギリスのブラックメタル・バンド、コードに加入。2008年まで活動していたが、 音源には参加していない。2009年には、イギリスのゴシックメタルバンド、パラダイスロストに加入している。この関係からか、2011年より、パラダイスロストのグレッグ・マッキントッシュのサイドプロジェクトのデスメタルバンド、バレン・ファイヤーに参加している。さらに、パラダイスロスト加入と同じ年、イタリアのホートスは2枚のマーター、ルシフェルのサイドプロジェクトにも参加するようになった。 2013年には、ペルモラー・ヤンセンが脱退した、ザ・ホーオン・テッドに復帰している。また、音源を残していないが、デスタース、テネット、HEAL といったバンドにも加入していた時期がある。現在ある、メロディック・デス・メタル、デスラッシュ・メタルのドラミングスタイルの礎を築いた、功績は特に同業のミュージシャンたちから高く評価、されている。 速くて正確なドラミングを得意とするところは、弟のダニエルと共通しているが、クールな佇まいのダニエルに対して、ブラストビートを多用し感情をあらわにするタイプで、身長193センチメートル、体重100キログラムの大柄な体育を生かした組み、不必要なパワーヒッティングと、緻密なリズム構築の両方に長けた激しく重心の低いドラミングを特徴としている。 正確無比な高速のスラッシュビートも得意としており、その速さからしばしばブラストビートと間違われるほどである。その一方で速さや音数以上に一打一打を確実かつパワフルにショットすることに強いこだわりも持っている。これは、アット・ザ・ゲイツのフォースアルバム、スローター・オブ・ザ・ソウルのレコーディングで、当時のプロデューサーだったフレドリック・ノルドストロームから腕を高く上げて、 叩き続けろと言われ続けて、それを実践した結果、自身の名演が生まれたことがきっかけとなっている。ライブにおいてどんなにテンポが速くても一し乱れぬ、完璧なリズムキープで、クレードル・オブ・フィルス時代には、凄腕ドラマーが揃うブラックメタル界でも、無類の正確さを誇った。また、彼の特徴の一つである。 スネアドラムの高速オルタネートからタムロールになだれ込むフィルインが独特の突進感とおどろおどろしい展開を生み出している。セッションドラマーとしても幅広いプレイスタイルの持ち主で数々のバンドのレコーディングとツアーでも活躍している。アルバムシングルミニアルバムライブアルバムベスト、映像作品コンピレーションアルバムライブアルバムシングル、映像作品アルバムアルバム EP その他。 シングル EP アルバムデモアルバムシングルアルバム EP、その他、アルバム EP、プロモアルバムアルバム EP。ありがとうございます。